カレルヤは皆さんお元気ですか今回の聖書は第一コリントコリント人への第一の手紙10章19節と20節でございます私は何を言おうとしているのでしょう偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうかいや彼らの捧げるものは 神ににでではなく悪霊に捧げられてているると言っているのです私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。えこのところは実はパウロ先生に質問が行きました。パウロ先生偶像の神に捧げた肉を食べていいんですか悪いんですかという質問ですね。これ今でもありそうな質問ですね。偶像の神に捧げた肉を 食べていいんですか悪いんですかという質問がパウロに来ましたね今でもありそうでしょそれに対してパウロは、ね、この,このあ第一コリントの手紙でね、えー、8章9章10章にわたって答えたつまり3章も使ったこの問題にねそれでパウロは言います、ね、19節私は何を言おうとしているのでしょう偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか 偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。あなた方はね偶像,のさげ偶像の神にささげた肉だ偶像の神にささげた肉だと言ってますが二十です。いや彼らのささげるものは神にではなくて悪霊にささげられると言っているのです。あなた方はね偶像の神にささげた肉だ。 偶像の神に捧げた肉だと言ってますが、偶像の神なんかいないんですよ。実は悪霊に捧げてるんですよって言ったんですね。わかります？偶像の神なんかいないね。つまり学問の神様とかね、お産の神様とかそんな都合のいい神様なんかいませんよってことね。あなた方が、ね、その偶像の神に言ってなんか願い事をしているのは、実は悪霊にね願ってんですよ。 あ,あなた方の捧げ物は悪霊で捧げてるんですよって言ってるんですねつまり神社とかねいいですかその仏壇とかねそういうものねその,なその中にいるのはね,ね神様じゃなくて悪霊なんですわかります何々の神様学問の神様ってお産の神様んでそんな都合のいい神様はいないんですよいるのは悪霊なんですな,なぜ悪霊がいるんですか実はね えー、サタンと悪霊は別です。神様に天使がいるようにね、サタンには悪霊という手下がいるんですよ。わかりますで、サタンは神のようになりたい、つまり、礼拝されたいんですね。サタンは礼拝されたい、神様のように礼拝されたい。で、その手下である悪霊どもも礼拝されたいんですよ。だから人々が幼い者を持って、うわーって言うと、ね、悪霊がいるんですよ。拝まれたいから。わかりますだから、人々が幼い者をってこうと拝むとこに悪霊がいるんですよ。 拝まれたいか神様なんかいないんですね。わかります。悪霊がいるんですよ。わかります。ですから、サタンは神のようになりたい。ね。つまりサタンは礼拝され、されたい。サタン礼拝ね。と同じように、その手下である悪霊どもも礼拝されたい。だから、祠の中に、仏壇の中に悪霊がいるんですよ。あのね、大きな仏壇ほど危険ですよ。よく火が走ったとか、音がしたとか、いろいろ体験するの、そうですよね。 私はあの1982年から中国の地下教会、まあ、あの家の教会とも言うんですけどもあの地下教会って言って方がはっきりするんですねあの家の教会っていう言い方もありますがあの家の教会の公認教会に入ってるのがありますからね地下教会の方がいいですねあるいは自由教会ですね公認教会に入らないグループねそうすると彼は聖書を手にすることはできなかったんで昔ね。そこで私は 1982年から命の水計画って100万冊の聖書をまず中国に送りましょうってう運動をやってるんですけどもそれでねその100万冊の聖書って言うんでねそれで中国の家の教会にこうやってるんですけどねでそれでねあのスタッフがおりましてねスタッフがおりまして。 10人のスタッフがいたんですいやは始めた時あのオープンドワーズっていうねあのブラザー・アンドリューのグループが私のこの運動に、えー、協力してくださってスタッフを貸してくれたんです初めね10人くらいスタッフいたんですよ。それでね今でもそうなんですが2人のスタッフがねぐるぐる日本中回ってるんですあの無名の2人のの人クリスチャンが女の子たちなんだけど、ね、それで。 命の運動に協力してください中国に一緒にいて聖書を運びましょうっていうのはずっと募集してねぐるぐる回ってでこの二人はね青森に行ったんですよ青森県の青森にねそれで青森の教会で明かし,してねで彼らはホテルなんか泊まれませんから教会で泊めてもらったりクリスチャンのうちに泊めてもらったりしながらやってるんですねでそしたらねあ,あのねちょうどいい家があるの農家なんだけど ももう誰いいないのでも全部道具揃ってるからね食器もな、ね、いみんな揃って、ね、テレビさえちゃんとセットしてあるんだよだからねあそこで友達ちょうだいって言われてそういうの大きな農家を紹介された誰もいないねそれで二人友達たその時ねあの仏壇大きな仏壇のあるその1万に寝せられたんですよ。そじゃ本当に悪に出ててきたんんだって今晩はなんか、ね ああそれで二人はね怖いってね抱き合ってね人は寝れなかったってほんとに悪人出てきてそれでね、うん、事務所に行った東京の事務所に行った「先生先生悪人いた悪人いた」とか言ってね私たち怖くてもう抱き合って寝れなかったわとか言って何だ皆によって目ずる悪を出なきゃって言わなかったのかみんな忘れましてね <laughs> 私のスタッフは忘れちゃうじゃ困るよねまあそういうのでねそういう時ね まあその話をね実は九州の牧師会ででやったんですよあの九州の先生方がね謙遜な先生方が集まってね20人くらいで「先生悪霊問題を教えてください」って言うんだよねでねそれで九州まで行ってまあ味覚学関係の世界を開いてねやったんですけどもその時20人くらい牧師さんが来ててねで牧師会を小さなの持ってね牧師だけにまだ話したんですいろいろね。 そのの時に、ね、この話したんですよそうしたらね一人の女性の牧師がね女の先生がね「先生お恥ずかしいながら私は同じ体験があります」って言うんだね何ですかって言ったら彼女はねある求道者を訪問したんだって婦人会会長と2人でね弓道者を訪問したのそれからあんまり遠いんでね泊まっていったらっていうことで、ね、泊まることだったんですねで100万に寝せられた大きな仏壇があったんだって分かります、ね たら、ねえー、その牧師さんによると婦人会会長がねガシャ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 なんか音立てやってんだって。あなたいい加減にしなさいよ私寝れないわよガサガサガサ何やってんのって言ったらねその婦人会会長は先生でしょうガサガサやってんのは」って言ってね「えっ!」と思ったんだってそしたらブさん、これよこれって言ってねもうね怖くてね、えー、婦人会会長に行ったんだって、ね で私の手離さないでねってねそれでこうやって手握りながら寝ましたってねお恥ずかしいながらって感じを言ったんですなぜもし今日習ったように先生が習ったように「様の皆によって目ずる悪霊をされ」って言えばね私だってできたのにそんな知識何もありませんでしたから怖かったですよってね皆さんそういうこと大きな仏壇これ大問題なんですね、えー、悪霊だってね安い仏壇に住みたくないですね <laughs> 分かります ここでね、聖書的世界観をちゃんと持つこと。人は死んだらね、天国か地獄かどっちかなんですよ。真ん中にプラプラなんかしてないんですよ。だから仏壇の中に戦争の霊なんかいないんですよ。ね、覚えておきなさい。お釈迦さんの教えと何の関係もない。これ中国の習慣なんだよね。仏教と関係ないよ、仏壇っていうのは。全くの仏壇屋の金儲けですよ。仏教界の金儲けなんですよ。しょうがないでしょこれ。お釈迦さんも教えなかったことは平気で。そ 死んだ天国、極楽行きますか行けるわけないでしょお釈迦さんが教えもしなかったことをやって生きになってんだからね。みんな金儲けですよ。とんでもない話だ。ね。だからそういうので悪霊数なんですよ、仏壇っていうのは。わかります人は死んだら天国か地獄かどっちかなのよ。プラプラなんかしてないんですよ。いずれ悪霊なんですよだ。だからつまりね、こうやって人間が幼いものはで、えー、って悪霊がいるんですよ。ね。お地蔵さんの中に悪霊がいるんですよ。覚えておきなさい。ね。 こうやって拝むからね。拝まれたいからいるんですよ。わかりますあのね、祠みたいなところの悪霊おりますよ、ね。で、これはね、あの地域の悪霊とも関係あるんですけど、まあとにかく、この悪霊の話したときねに、あ、オーストラリアだ。オーストラリアから来た宣教師がね、ある世界にこう、悪霊の話したときに、説教終わったそれ出てきたんですよ、前にね。で、私にこう言ったら、 同じセリフお恥ずかしいながら私を体験があります、ね、あれ九州の女の子奥様お恥ずかしいながらでしょでこのオーストラリアから来た選挙選挙所お恥ずかしいながら私を体験があります、ね、何ですかって言ったらあのこれ奈良で伝道してる人ですね。である村から急増者来てたんで訪問に行ったんだってねその急増者。そしたらね田んぼ道をずっと歩いていっていよいよ村に入る時ね ほこらがあったんだって。村に入る直前にほこらが。そのほこらの前を通過した瞬間だって。ガバッてね、後ろからはがいじめにされたようになったんで、ガーッとね。もうそれで恐怖が来てね、油汗出ましたって。ものすごい恐怖が来てね。ガチッとなったんだこう後ろはがいじめみたいになったんだってね。わかりますものすごい怖くなってね。 それでもう訪問やめて帰ってちゃったんだってね,ね。それでお恥ずかしいながらってこう言ったんですね。ほこの前で、ほこら、小さい祠ですよ。ね。そこ通過した瞬間でガーッてなってね。これは地域の悪霊でもあるんですね。つまり地域の悪霊って何かって言うと、その地域は俺のもんだってね。あの、いいですか、悪霊はね、全世界なんかは試合できないのよ。うん、だから地域の悪霊なんですよ。ね。ある、あるところしか試合できないの。 天地をすべおさいたものななんてできないの、ね、あらゆる悪霊はある地域なんですね地域の悪霊ってだから自分の領域に入るなってわけで宣教師が来たらガーッてやるわけですなそれでもう歯がいじめになったガーッとねもう油で出たって、ね、こ怖くなってねもう本門を辞めて帰ってきましたお恥ずかしいながらって彼に言ったんですねだかからら先生から今日習ったように 皆によってベースの悪霊をされと私は言うべきだったのにそんな知識何もありませんでしたから怖かったですよってねそ,れはそういうわけでねだからほこらほらそういうと悪霊いるんですみんな拝むからわーっとねだから仏壇の中に戦争の霊なんかいないんですよ悪霊がいるんですよですからね早く処分しないと仏壇になんてね悪霊の巣持ってるようなもんだからねわ、えー、かりますだからそういうことで、えー、そういうね 祠とか神社とかねいいですかお寺とかねもう見る悪霊の巣ですよ思いつきまさい悪霊の巣なんだからねだからそういうので悪霊の巣なんか持ってるのダメだよねましてそれ仏壇なんか持ってたらダメですねでこういうね仏壇の処分にはね原則があります信仰者がねやるんですねあの道じゃできないですよわかります で責任者が信仰を持ってやるっていうのは原則なんですね例えば一人の高校生がクリスチャンになるでしょうちには仏壇があります神棚がありますねところがこれはね親のものですよ分かりますい責任者がつまりお父さんがねお父さんがクリスチャンになって信仰でやるんです分かりますこれ原則なんです高校生が一人クリスチャンになりましたうちには仏壇があります神棚がありますでもどうにもできません、ね、彼のもんじゃない。 ね、責任者というのはお父さんですねわかりますお,お父さんがクリスチャンになって彼が信仰でやるっていうのは原則なんですね高校生は、ね、何にもできる高校生どうするのその高校生はね両親が救われるように特にお父さんが救われるように祈るわけですねで伝道するわけお父さんいつも信じなさいそしたらお父さんでも救われますという恵、ね、みの救いどんな悪い奴も救われる十字架の福音を語るわけですよお父さんでもクリスチャンになりますよって。 その時にね、仏壇の話なんかしたらダメ。お父さんなんでこんな偶像を持ってるんですかなんて言ったらダメですよ。未信で話すわけないんだ。そんな問題じゃなくて、伝道するんですよ。純粋の福音。どんな悪い奴も救われる。という、どんな罪も許されるという十字架の福音を伝えるんですよ。お父さんでも救われますよ。という、ね、福音を伝えて、ああ、そんな素晴らしければお父さんクリスチャンになるわ。つってなって、そのお父さんが自分の責任で、ね、いいですか彼のもんですから。 そして、えー、信仰ででやるんですね牧師に言われたから「いやいや」じゃなくて「こんなものあったら祝福にならない」っつってね自分の信仰でやるこれは原則なんですねですから、えー、人の高校生クリスチャンになってうちに仏壇がありますね神棚がありますでもそれは何もできないお父さんがやる責任者ですかねお父さんクリスチャンになってやるってことだからクリスチャンにしないと言動しないとねわかりますそれは原則なんです。 主婦の方も同じです主婦の方は大抵、えー、夫いる先にクリスチャンになるんですけどうちには仏壇と神棚がありますでもどうにもできません、ね、夫のものですから夫がクリスチャンになって夫が信仰で処分するこれ原則ですねわかります、はい、私の父が私の家のう仏壇も神棚を処分しましたクリスチャンになってねで私がクリスチャンになった時は両親はもちろんクリスチャンじゃなかったんですよねそれでどうにもできない で私は幼い頃からね幼い頃から長男ですからねその神棚の榊替えるの私の役割だったんですよ毎朝、ね、毎朝榊ってありましてねそれを帰えるんですよあ毎朝新しいのにね、えー、それは長男の役割で私榊を毎朝替えたんですねそれから今度は仏その下に大きな仏像があるんですよ。ね、それでねどうに ど童で出きてるなんかあれがあってねご飯ん2つ乗せてこう捧げるのが私の役割なんですさ毎朝榊を変えていいですか神棚のそれからご飯を2つ仏壇に捧げるというのは私の役割ですねこれは私長男だから毎朝やったんですよ。こういうわけでい,い,いい子ちゃんほどね偶像と関係深いんですね。うん、あれ ワンパック構造って清いんですよ。なできるやろうやろうっつってね。親の言うこと聞かないのは、清い人ですね。わかった?。ね。だから、ワンパック構造のは清いんだよ。やらないから。親が、何を、ならやれない。とか言ってね。とか、私みたいな、素直な良い,い子はね。偶像と悪霊と関係深いですな。はいはい、わかりました。なんか言ってね。え、それ、前にさすが一書いてね。それで仏壇に、こう、載せて。おったもんですな。ね。それでね、そういうことやってた。その。 神棚と仏壇がお奥山家にあるわけですね私クリスチャンになりました、ね、なったんです私どうにもできないですこれおお親のもんですから、ね、父親のもんです父がクリスチャンになってやるですねで。前に明かしたように私救われてから二十年後に、えー、両親救われたんですよそしてね父がやりましたね父がちゃんと私に言われてね世に納得してねやりました全部 紙棚なくしましまたねただ大きな段がありますからね父はそれを本棚にしましたずっ、ね、うちの父はケチですからね何を利用しますからそれから大きな仏なんですよねそれは全部いヤいヤ,イヤイ出しましたねところが枠がねすごくいいものなんですよ分かりますで親,親父はケチだからねそのテレビ入れたんですよね分かる大きなテレビ入れて私のあの がか出てくるていうね <laughs> また漫画ですけど父をケチだからねそれ捨てないんでね中全部捨てましたけどねそれを利用してます。皆さんそういうわけでねこれはね、えー、いいですか責任者が信仰でやる。だからいやいややるんじゃなくてねこんなものあったでは神の栄光を表さないって言うんでねやらないれちゃうそれで、ね、あのー。 インドネシアの場合で、ね、これで、ね、ややたら偶像多いんですよね。まああの金持ちの家ほど問題ですね。で、私のところでね、医,医者の娘がね、インドネシアを出てきですよ。お医者さんのお,お嬢さんがね、え実はけ検診してね、イークリシャンで検診してね、あのうちの進学校に入りたいっていう申し込んだんですけど、20歳以上のうちは中卒高卒 大卒と何にも関係もない学歴はただ二十歳以上なんですねで彼,彼女は19歳だったんで研修した時でそこでね、あのーまあ、まだ入りませんので奥山先生あの先生のところ1年置いてくださいって言うんですね、まあ、こういうことは何でもないインドネシアはね居候ってのは何でもないんですよ、うん、だからそういうこと平気で言って,言ってきますからうちですでにあのジャワ人のね、えー、この人はインテリア オランダで6人も勉強して高校の校の長だったんですねそれ研修してそれで電動車になってうちに居候、えー、してるんですよ。ねこれインテリのおばあちゃんがわかるで,でさらに彼女がね置、えー、いてくれって言うんですねこういうのインドネシアは当たり前ですね居候がいるばいるほどそれは成功した人っていう意味なんですな、ね、インドネシアで、ね、だからうちの団体の議中のオクタビアン先生なんかねごそごそ居候いるんですよシボルの島からやってきてね 遠い親戚だとか言ってね、えー、平気で泊まってますから、ね、でうちなんかそうでリ,ベリベカって言うんだけど、ね、この子がねせいぜい1年置いてくださいって,言って置いてやったんですねところがね大,も大,大,大問題が起きたんですよ私がね、あのー、ある村で伝道,して伝道説教してる時にね一、ねえー、人の女あ男の子がこう走ってきたんですわーっとね、えー それでねこれ読んでくださいってねそしたら家内のメモでね「リベッカが急におかしくなりましたすぐに来てください」っていうメモなんですよ。で私は、えー、説教終わってから全部授業終わってから自動で飛んで帰ったんだけどねそしたらちょうどピーク過ぎてね <laughs> でまあ泣いてる時でしたねピーク過ぎてつまりギャーって飛び出してきた部屋からね何が起きたかって言ったらね突然ねあのまあ 昼寝しますから、必ず。ねあのち道直下で暑いから、仕事にならないで、みんな昼寝する。んです昼食食べたら昼寝ですね。だから昼,昼寝から起きる頃ですからね。彼女は昼寝して起きようと思ったらね、バーッとね、四隅から、部屋の四隅から、あ日,日,日がね、登ったんですよ。四隅から、ボーッとね、もうギャーッと叫んで彼女は飛び出しちゃうんですね。部屋から。それで、叶えと、 その50歳くらいの婦人伝道師が彼女を抑えてそして、えー、こう祈って祈ってだめておったんですなそれで「うん、あ泣いてる時帰っちゃうんでですよねそれで、えー、リベカどうしたんだ」って言ったら日が昇ったって言うからね「あなた金持ちの家のお嬢さんだけど何かオカルトやってなかったか?ね」 聞いたたんですねねやっっっててなかったかって、ね、そうしたらね、えー、問題はねそのおじいちゃんだっつってねというのはねどういうことかっていうとその彼女のおじいちゃんは先生学の専門家でねほら星占い金持ちのうちですからね祭壇まで作ってね先生学やってる人だったそれでね孫たち3人にね呪文を教えたんですよ孫たち3人に。え 出る前にこの呪文を唱えなさい。お前の人生に幸運が来るよで3人ともやったんですね。それで彼女は3番目なんですよ。上に2人お兄さんがいて。中学生の時にこのお兄さんって2人おかしくなっちゃった今精神病院ですね。かりますで彼女はね、いいですかなんで精神病院行かなかったのお兄さん2人行ったのに。つまり彼女の場合はクリシャンになった中学生の中学生キャンプでね、クリシャンになって。 たんで,す、ね、そこでいいですですかか彼女出なったも二人のお兄さんはクリスチャンじゃないんでああってなってね中学生の時それで今精神病院ですねそれで彼女はね高校まで行きまして検診したんですつまりクリスチャンになって守られたんですねでも私のうちに来てああってなったなぜなったかというとあの牧師の家庭とかねクリスチャンホームっていうのは悪く大嫌いほら光の子でしょう我々クリスチャンは。 光がいっぱいだからね、通り牧師の家庭なんかはもう折れないですよ。で悪霊がガーッと出てくるんですね。で隠れていた悪霊が私のうちに来て、ばーっと出たわけですね。わかります？ですからいいですか。彼女のは中学生でクリスチャンになって守られていたんですけれども、私のうちに来て悪霊がわーっと出てきたんですね。えー、そういうそう,そういうこと。そこでね、えー、全部告白してね。 その罪,罪呪,呪文を唱えた罪を告白してきちっとしてね断ち切りをやってねって言って解放の色りしたんですねそれでねよくなったんですよところがね私見た時どうもね何かおかしいってまだね100%解放されたと思えないんですね何かおかしいなって言うんでねもっとすっきりすんだけどなって言ってねリベカ他に何か隠してないかって言ってたらね か私に隠してないかないか先生みんな告白しましたみんな言いました待って読んじゃないお前赤ちゃんの頃お母さんお,お父さんお母さんが何か変なことしたかもしれんなところがお父さんはもう高い人いないんですねそうかじゃあお母さんに聞こうって言ってねお母さん呼んだんですよお母さん実はねリビカこう,いうこういうわけでねおじいちゃんから呪文習ってね依頼目にあってね今ほらあんたの子供二2人精神病院でしょあれお そのおじいちゃんのせいですよ。悪霊問題よ。精神病じゃないの。ね。だから彼はクリスチャンになって。ね、たしきりは。治るよ。ね。でもね。リベカのことを言うと100。100%セよくなってないの。うん、介護されたように見えるけどね。そこでね。あんたね。リベカに変なことしなかった赤ちゃんの時。リ,リベカ知らないって。リベカ全部告白したって言ってんだけども。<coughs> まだなんか、変なの残ってるよ。ね。 あんた,なんかやらなかった、「何もやりません」って「先生うちは医者の,医者の家系だからそんな拝みやんなんか行きません」ってね,ね「じゃあおじいちゃんだ,だけの話だな」ってほら先生がかっていやそれを断ち切ったからなおかしいなあ,あ,あそうかあんたうち金持ちだなあのプサカあるだろう。プサカってうのは家宝って意味ですねプサカあるだろう。家宝あるだろ」う。 そうしたら、ありますすって言うんですねそれ,それはねクリスって言ってね担当って意味ない。このくらい担当ねこれはもうすぐ何百万もする高いもんですよこう、うん、絵なんかこうあってねそこはみんな金でこうあれ装飾されてねすごい高いもんです宝物草があるだろう、花帆あるだろうあんたのわり持ちのうちだからありますそれ持ってこいとそれは問題だリベカ本当に解放されたたにはそれなんとかせないかね 持っっっててきなさいって言ったんですねそしたら「分かりました」そしてね帰っていったんですその時リベカも久しぶりに実家に帰ったんですよほらお母さん来たからね一緒に帰ってそしてねうちに帰って4本のねこのクリスっていうんだけど担当を集めてね顔を集めてそしてね私のとは、えー、持っていこうって言うんで集めたわけそれでね明日の朝持っていく奥山先生のとこへねそれでまあ久しぶりに 2, 2人 一緒だったお,お母さんとねリビカそれで二、えー、人で大きなダブルベッドに寝てね,ね、うん、それで枕元にそれを置いてね明日持っていくからと思ってね、えー、置いといたわけそれで夜中までシャがあって話し合ったんだって奥山先生ってどういう人?」とかね、うん「いい人よお母さん」とか言ってきっと言ったと思いますねそそれでこう会話をししててね。 明日の朝持ってくるんでしょ。その四本のね、クリス担当。そうしたら一時刻になった、鳴り始めたんだって。ガタ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 。そその担当が音をし始めたらガタ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 ってね、もう怖いってね、泣き合って先生寝れませんでしたってね。先生これ鳴ったんでございますね。これはフルシューみたいなつけて持ってきて、ポンって置いたんですね。先生これ夢鳴ったんですよとか言ってね。 これは当たり前アクレート関係ありますからね。どうするかっていうとその4を並べてね、イエス・キリストの皆によって、この担当とアクレートの関係立つって祈をするんですね。断ち切るわけだ。立つ、ね、それでそのアクレートもお前らをイエス様の皆によって縛り上げ、太平のど底に投げ捨てるってこ,こういう宣言するんですね。だから、いいですか担当と関係あるアクレートもを縛り上げて、いいですか皆によって。それ 太平洋のどん底に投げ捨てるそこを動くなっていうそういうとどめさすんですなで立ち切れば普通の担当ですからねねでも偶像ってのは必ず焼くでしょ旧役選手あれわけがある,あるとまた戻ってくるんですねそこに戻ってくる焼いちゃえばも戻ってくるともなくなっちゃうんですよわかりますか担当焼いてしまうで担当は焼いてもダメな残るんですよて鉄ですからねどうするかっていうと新学校のベジュにブワーッ投げるんですな ね、でっかい便所があるんですよそれまあその担当が60本ぐらい入ってるそうですけどね二度と来ませんわ、ね、かりますだから偶像ーーは焼くっていうのはそういうことなんですあるとまた戻ってくるんですねだからもう焼いてしまえば戻ってこれないんですね分かりますかそれが処分の仕方なな偶像のね徹底して焼いてしまうねまあそういうのでなぜ旧約聖書に偶像を焼くかっていうそういうことね、えー、悪に戻ってこれないですよ まあそういういやり方があるんですねですからどうぞそういうわけでいつまでもいつまでもね特にクリスチャンホームは仏壇なんか大事にしないようにね悪霊の数ですからねわかりますで仏教と何も関係ないんだから覚えておきなさい仏教と関係ないのよ仏壇はとんでもない話だねそんなことを平気でやってんだからもうしょうがないだろう金儲けのためにね皆さんだから本当にクリスチャンをはまずねいいですかイエス様を死んて 精霊順番になったらねねね今度は、ね、偶像の処分です、ね、それは責任者が信仰であるそしてきれいなクリスチャンホームになってそしてね日本から本当に偶像が消えるように私は祈らないからねそしてついに日本が神を礼拝する国になるように神のみが崇められる国になるように殿堂に励んでまいりましょうこのテレビもそのために用いられたら幸いでありますお祈りします天皇の父を感謝します。こうして私たちは偶像に対する その素晴らしい素晴らしい武器を与えられておりますからどうぞイエス様皆によってあくれども追い払って見事な見事なこのクリスチャンを思うとしそしてまた日本人が本当にイエス様らして神様に立ち返って偶像から離れてこの日本が偶像に見ちておりますから全く偶像のない素晴らしい国にしてくださるようにかつて中国が仏壇だらけでしたけれどもなんと この、えー、共産軍によって全部その武装が廃棄されましたなんといういすごいことが中国で起きたんでしょうか日本でもどうぞ主御一の恵みによって偶像が消え去って見事な見事な神の国となりますように日本を憐れんでくださいそのためにもこのテレビをお持ち下さるようにエス様の皆によってお祈りいたしますアメンでは来週またお会いしましょう